土鍋がぶっ壊れたから10号の土鍋を買いました。はい、今日届きましたね。速稼塾の久保でございます。いや、ビリエスさんすごいですね。もう完全に N 国党のなんかね、盛り上げ隊長みたいな感じになりましたね。もう多分ね、 N 国党を応援する主婦の YouTuber の中では最も有名な人なんではないかなと思います。さあ、私もですね、そのアビリエさんの動画を見ていて、もう出てくるところがもう馴染みのあるところばっかりですよね。もう海老名っていうのは特に私が速稼塾の活動で最もお邪魔したと言ってもいいぐらいのところですよね。そしてね、かなり思いを込めた人たちが集まっていただきましたんで、いやーすごいなと思いましたね。アビリエさんね、アビリエさんが多分この1年2年2年3年で大きく世界が変わったとしたらね、もしかしたらインターネットを通じてその全国の、そして海老名地区のね、速稼塾というものに触れ合った、多くの方に触れ合ったってことと、あとは N 国党を通じてですね、 N 国党関連の方と知り合ったってことなんではないかなと思います。まあ、こういったらね、大変失礼な言い方になるかもしれませんけども、まあ、主婦の方が何かね、自分の世界を持つってことは非常に金銭的にも時間的にも人脈的にも難しい、不利な部分があると思うんですよ。でもこれを全て解放してくれたのがネットだと思うんですよね。私はね、投資をしている人がインターネットで知り合った、その投資にね、本当に真面目な人とか本当に一生懸命やろうとしている人と励まし合いながら一つのコミュニティを作っていくこととか、それからですね、今回みたいな我々のクラス地盤ですよね、政治ってもの、それから政党ってものがどういうものなのか、そしてこの国は誰の力によって動かされているのか、それを我々はどういうふうに活用していけばいいのか、こういうことが学べるのがやっぱりインターネットの向こうにいる人からの発信だと思うんですよ。それまでね、やっぱり昭和40年代から50年代、そして平成の世の中の途中までこれがね、かなり難しかったんですよ。どこに行って何をすれば誰に頼ったらいいのか全くわからなかったですね。今はこうやりたいんですって言ったら一人でに人が集まってきて一つの大きなエネルギーになっていくっていう、そんなね、時代だと思うんですよ。その中でアビリエさんよくやってくれました。本当にね、 YouTube を活用して自分のワクワクするようなことと、そして世の中をね、ものすごく動かしていく N 国党ってものとの接点を持ったこと、本当に私も非常に嬉しいなと思います。で、今回ね、このアビリエさんの動画に実は私の方がこうやって乗っからしてもらってるような感じですよね。本当に私ね、海老名の町がこれからどんどん変わっていく、いや海老名でなくても ある土地がね、ある地区が大きく変わっていくのはこのインターネットの力だと思います。数年前ですけども、エジプトで暴動が起きたかなんかね、政府を転覆させるようなね、デモが起きたかなんか、あれはね、ツイッターで集まった一般の国民たちが大きな力を出したってことだと思いますし、今本当にね、インターネットを通じて我々ができないような力が、なんか見えないような力が作れる、本当に普通の人が大きなムーブメントを起こせる、そんな時代だと思うんですよね。この動画をご覧になっている方もインターネットの力を信じてね、自分の力を100倍とかね、1万倍に本当にしてくれる、そんなツールだと思います。この波に乗り遅れないようにしていただきたいと思います。そしてアビリエさん、本当にお疲れ様でした。明日勝負ですね。お願いします。では失礼します。